さて7番吉田拓也が後方から動いてきました。東の3名が前に出ていきます。レースは打賞の周回へと入っていきます。一気にペースが上がっていきます。5番の松本このまま突っ張るような体勢。さあ5番の松本高田で突っ張りました。後方から上昇してきたのが9番福永大地、打賞を迎えていきます。さあ打賞を迎えて前に出たのは9番福永大地。さあここは9番福永大地が先行作家、そして5番の松本隆治3番手で粘る展開となった。レースはいよいよ最終周回に入っていきます。逃げる9番福永大地、番手は1番の山田久の近畿勢、そして3番手に切り込んだのは5番松本、中段の3番手を取り切った。さあ後方からは7番の吉田拓也まくって、現在5番手あたりが第3コーナーの側に向かって先頭は依然として9番福永大地、番手は1番の山田久の近畿コンビ、3番手から5番松本隆治がおっと落差があった。4名が落車でしょうか。さあ最後の直線勝負となったが、ゴール線上5番1番7番の順で通過していますが。